はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、725日目ですね。はい、現在2021年、12月2日の21時10分なんですけども、今回はですね、まず A ランク自チームミキサーを3回やります。はい、3回分用意しました。はい、3回やりまして、その後に契約書なんですけども、この一番上の S ランク自チーム契約書、これ開封したいなと思います。日本一達成難易度星 1,2,3,4,5 の100回目のね達成報酬なんですけども、これ今回開封して、オリックス純正ね、ぜひ強化したいなと思ってます。はい、まずはですね、 A ランク自チームミキサーを3回やりますんで、一応まあ、欲しい選手ですね、確認しておきたいなと思うんですけども、欲しい選手はですね、まあ、一番欲しいのは S ランクを持ってて極みではない選手、田島選手で富山選手ですね。田島選手は、A ランク3枚、S ランク1枚、シリーズ1の S ランクを、ね、1枚持ってて A ランク3枚持ってます。で、富山選手は A ランク1枚もありません。でシリーズ2の、ね、富山選手、まあ、富山選手の場合ね、 S ランクシリーズ2 2枚、シリーズ1 1枚と S ランクは3枚あるんですけども、 A ランク1枚もないんでね、まあ、ぜひ、今回、まあ、A ランク自チーム参加しますんでね、ぜひ、まあ、1枚2枚と来てほしいなと思ってます。はい、あとは、S ランクは持ってないですけども、 A ランク少ないのが伏見選手、宮城選手で漆原選手、漆原選手はまだ1枚も持ってないですね。伏見選手は1枚で、宮城選手2枚という感じなんでね、この辺り来てくれると一番嬉しいんですけどね。あと、まあ今回追加された宗選手、宗選手一応シリーズ2のね、S ランクを極みで持ってまして、まあ称号用がまだありませんので、ね、まあ称号用としてはあと1枚2枚来てもいいかなとは思うんですけども、まあ一番来てほしいのは田島選手、富山選手、この2名ね、来てぜひ来てほしいなと思います。はい、それでは A ランク自チームミキサー3回やります。はい、もう上からいきましょうか。 1,2,3,4,5 枚ですね。はい、田島選手、富山選手、来てほしいです。まず1回目お願いします。来てくれ。さあ、そろそろね、ちょっとね、富山選手ね、あの A ランク1枚くらい来てほしいなと思ってるんですけども、さあどうでしょうか。1回目、さあ誰、吉田選手。吉田選手はね、称号用もこれで5枚ぐらいあるかな、結構ありますね。はい、シリーズ2のね、吉田選手極みで持ってて、称号用5枚目ぐらいですね。うーん、よう来ますね。まあまあまあ、はい、いいです。はい、それでは2回目いきます。あ、危ない、危ないとこ、そうですね、この5枚でいきます。田島選手、富山選手、来てほしいです。お願いします。さあ2回目、来い。田島選手、富山選手、まあ、あと伏見選手、宮城選手、漆原選手、そのあたり来てくれると嬉しい。さあ2回目、誰、山崎選手か。山崎選手もね、称号用持ってますね。シリーズ1を、の S ランクと、あと A ランク5枚、あ、もう極みですね、もう極みになってますね。極みで称号用1枚持ってるんで、これで称号用2枚目ですね。なかなかうまいこといかへんな。いやー、なかなかですね。はい、まあまあまあ、いいです。はい、それでは3回目いきますね。はい、この5名でいきます。田島選手、富山選手、ぜひ来てほしいです。お願いします。3回目、最後来てくれ。田島選手、富山選手、あと、まあ伏見選手、宮城選手、漆原選手、この後で来てくれ、頼む、お願いします。よーほい、マジか。手羽崎選手ですね、これで勝負予算3枚目になりますね。偏ってるね。だから富山選手1個も来へんよ、すごいな、もう。あ、ちょっと残念ですね。まあ、吉田選手、吉田選手、山崎選手2枚ということで、欲しい選手は一切来ませんでしたね。残念やな。はい、まあまあいいです。はい、それでは、S ランク自チーム契約書ね、開封しますんで、S ランクの欲しい選手確認します。
はい、まあ 1,2,3,4,5 枚シリーズ2持ってましてね、持ってるんでちょっとね被る可能性非常に高いんですけども、まあまあ被ったら被った時だと、もうそこは割り切っていこうかなとは思ってるんですけども、一番欲しい選手はですね、まあ平野選手 A ランク6枚持ってます。はい、であと宮城選手ですね、宮城選手 A ランク2枚で、伏見選手 A ランク1枚しかないんですけども、オーダーでねキャッチャーがまだ A ランクですんで、スタメンで言うとキャッチャーだけなんですよね、もう A ランクはね。まあ、伏見選手もぜひ欲しいなとは思ってますね。この辺り来てくれると非常に嬉しいかなと思いますね。あとまあ田島選手、杉本選手シリーズは持ってて、まあ、今回追加された山本選手はね、アニバーサリーで極みで持ってますんでね、まあ、この辺り来てくれるとちょっと被りになってしまいますんでね、山本選手はね。まあ足立選手、富山選手、宗選手、吉田選手、 T 岡田選手、山本選手以外ならね、まあ、杉本選手、田島選手もシリーズ1ですけども持ってますんで、持ってますけどね、まあ、シリーズ2になりますんで、その辺りは来てくれてもいいんですけども、宮城選手、平野選手、伏見選手、この3名ちょっとね、確率低いですけども、ここ狙いでいきたいなと思ってます。宮城選手、平野選手、伏見選手、この3名が来てくれると一番嬉しいですね。はい、それでは行きたいなと思います。こうですね、はい、Sランク自チーム契約書、日本一達成難易度星5、100回目の達成報酬いきます。欲しいのは宮城選手、平野選手、伏見選手、この3名来てくれると一番嬉しいです。いきます、お願いします。かぶんなよ、お願いします。さあ誰来る、宮城選手、平野選手、伏見選手、来てくれ、頼む、かぶるな、おっしゃ、よっしゃめちゃくちゃ嬉しい、よう来たな平野選手、よう来たかぶりそうなところでよう来てくれましたわ平野選手。いやこれ嬉しいな、もうよかった、もうねほぼ被るやろだと思ってやったんですけどね、開封したんですけども、いや被らんどころか一番欲しい選手来ましたね。はい、抑えもね A ランクでしたんで、いや嬉しい、 A ランク6枚持ってます。はい、6枚持ってますんで称号もつけれますんでね、いや一応ちょっと能力見ますね、いや嬉しい、よう来ましたわよう来てくれはりました、ありがとうございます。はい、平野選手来ました、適正が抑えです。球威79、制球77、スタミナ61ということで、まあ、球威79ですけども、あの称号用、1枚ありますんでね、A ランク6枚持ってますんで、球威 A にも乗せそうなんでね、いやこれめちゃくちゃ嬉しいな、よかったよ、来てくれた、ほんまありがとう、ありがとうございます。はい、中継ぎ抑えで適正ありますけども、まあ、抑えまだ A ランクですんでね、ぜひ、純正オーダーでね、活躍してもらいたいなと思います。いや、これはもうやりましたね。よかったです。めちゃくちゃよかったです。嬉しいです。よう、かいくぐって出てきてくれたな。ありがとう。ありがとうございます。はい、今回こんな感じですね。まあ、ちょっと A ランク自身ミキサーがね、全然ダメでしたけども、山崎選手2枚と吉田選手でしてね、全然ダメで欲しい選手来ませんでしたけども、まあ、S ランク自チーム契約書で、念願のね、欲しかった平野選手来てくれましたんで、これは非常にもう良かったなと思います。はい、めっちゃ嬉しいです。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。